NGC3109 は海蛇座の方角に約430万光年の位置にある小さなマゼラン渦巻き銀河であり棒渦巻き銀河でもある。局所銀河群のサブグループでは最も明るい。NGC3109 はポンプ座藍小銀河と潮積力で相互作用していると考えられている。1835年3月24日に南アフリカで ジョン・ハーシェルによって発見された。NGC3109 はマゼラン・雲のような不規則銀河とみなされることもあるが、実際には渦巻き銀河であると思われている。もし NGC3109 が渦巻き銀河であれば、局所銀河群の中では最も小さい渦巻き銀河となる。NGC3109 の質量は 2.309m であり、 その20%は中性水素からなる。銀河は小さいものの銀河ディスクや銀河ハローがある可能性もある。ディスクには様々な年齢の構成から構成されると思われているが、その一方でハローには年老いていて金属量の少ない構成しかないと思われている。NGC3109 の中性水素原子を測定したところ銀河ディスクは歪んでいることがわかっている。 この歪みは、ポンプザ相性銀河の視線速度と同等であり、10億年後頃には、両銀河は接近すると考えられている。銀河内の青色超巨星の分光によると、金属量は小さく、小マゼラン雲に類似していることが分かった。局所銀河群の中では、金属量を最も少ない銀河の一つである。 NGC3109 はその高度から惑星上成分を多く含んでいるのではないかと思われている。また十分に暗黒物質を含んでいる。ハップル宇宙望遠鏡による NGC3109NGC3109 は海蛇座の420万光年離れたところにある。これは局所銀河群では橋の方である。NGC3109 は 交代速度が局所銀河群の宇宙速度より速く、超積力の影響をあまり受けない。そのため、現在では、アントリア、セックステンスグループに分類されることもある。ありがとうございます。